こんにちは、ゴルフとはしたなんぼの小池翔二です。どうですか皆さん、練習していますか？今回は当てに行く打ち方で飛距離を損してますをお伝えいたします。どうでしょう、コースに行くと右へ左へ曲がってしまい、曲げたくないため当てに行く打ち方になっている方や、当てに行く打ち方が知らないうちに染みついてしまい飛ばないスイングになっている方も多いのではないでしょうか。今回はそういう方のために、当てに行く打ち方で飛距離を損してますを3つお伝えいたします。ボールに当てに行くスイングだと最大限に飛ばすことができません。振り切るスイングを作って最大限にボールを飛ばしていきましょう。飛ばしてなんぼ。当てに行く打ち方で飛距離を損してます。1つ目は短く握りすぎということです。ボールに当てたい気持ちが強くてクラブを短く握っている方いらっしゃいませんか？いつも短く握ってしまうと大きく振ることを忘れがちになり、小さなスイングになってしまい、知らず知らず飛ばなくなってくるものです。またクラブを短く握るとシャフトが硬くなってしまい、曲がりは少なくなりますが飛ばすことが難しくなります。クラブを短く握ることで当てたい気持ちが強くなると、テイクバックで右肘が早く畳む上げ方になってしまいます。そのため肩が深く回らず小さなトップになってしまいます。小さなトップからだとフィニッシュも小さくなり、振り切るスイングにならず上体打ちになり飛ばすことができません。またこのスイングが染みついてしまうとクラブを長く持つと振れなくなり、ますます当てに行くスイングになりますので注意いたしましょう。では実際にクラブを短く握って打ちます。スイングが小さくなり当てに行くスイングになっています。当てに行く打ち方にならないためにはグリップを短く握らず通常の長さで握ることが大切です。そしてバックスイングを大きく、フィニッシュも大きくするようにいたしましょう。このようにバックスイングで右肘を早く畳むのではなく、腰のあたりまであまり曲げないことが大切です。このようにシャフトの部分でグリップして、グリップエンドをお腹につけてバックスイングすると、大きなバックスイングを取る感覚を養うことができます。ただ当てたい気持ちが強い方はどうしてもスイングが小さくなってしまうものです。そのような方はこのように連続素振りをして、大きく伸び伸びしたスイングの感覚を身につけることで飛ばすことができます。では実際にクラブを通常の長さで握って打ちます。当てに行く打ち方にならないためには、大きく上げて大きく振りくることが大切です。もう一発打ちます。グリップは通常の長さに握って振り切っていきましょう。今までクラブを短く握って当てに行く打ち方になっていた方は、クラブを通常の長さに握って大きなスイングで振り切ることが大切です。飛ばしてなんぼ。ゴルフ飛ばしてなんぼスタジオマンツーマンレッスン会 in 船橋、参加者募集いたします。プライベート空間満載のレッスンスタジオになっています。詳しくは概要欄から。当てに行く打ち方で飛距離を損してます。2つ目はボールを見すぎているということです。どうですか、このようにスイング中ボールを見すぎてしまい、バックスイングでは肩が回らず、フォローでは体が止まって手打ちになっている方いませんか？この打ち方ではヘッドスピードが上がらず当てに行くスイングになり飛ばすことができません。ボールを見すぎているタイプの特徴としては、バックスイングで右肘が早く畳まれ、肩が回らず手で上げてしまい浅いトップになるのが特徴です。そしてフォローでもボールを見すぎているので、
下半身が止まってしまい、手で振る打ち方になってしまいます。これでは体のターンを使って打つことができず、当てに行く打ち方になり飛ばすことができません。では実際にボールを見すぎて打ちます。ボールを見すぎているので手打ちになって飛ばすことができません。当てに行かない打ち方をするためには、ボールを見すぎないでルックアップをして打つことが大切です。ルックアップとは、顔が体の前傾に沿って回転する形で、ヘッドアップとは顎が上がったり顔が傾いてしまう形で、この形で打つとダフリアトップなどあらゆるミスが出やすいので注意いたしましょう。このようにバックスイングでもボールを見すぎないようにするためのコツとしては、顔や頭を少し回転させると良いでしょう。そうすることでバックスイングで右肘が早く畳まれることがなくなり、深いトップを作りやすくなります。またフォローでもボールを見すぎないようにして、顔や頭を体の前傾角度に沿って回転させることが大切です。そうすることでスムーズに大きなフォロー、フィニッシュを取ることができ、ヘッドスピードを上げることができます。当てに行く打ち方をしていた方は、ボールを見すぎずルックアップして打つことで飛ばすことができます。では実際にボールを見すぎないでルックアップして打ちます。スイング中ボールを見すぎていません。もう一発打ちます。大きなスイングになり飛ばすことができます。今までボールを見すぎて打っていた方は、ボールを見すぎないでルックアップで打つことで飛距離アップすることができます。飛ばしてなんだ。当てに行く打ち方で飛距離を損してます。3つ目は、下半身が止まったスイングになっているということです。どうですか？このように下半身が止まって上半身だけで打っている方いらっしゃいませんか？このタイプは当てに行く打ち方になっている方に多く、意外と本人は自覚症状のない場合が多いですよね。このタイプの特徴としては、バックスイングで腰の回転が少なく、そのためトップでの肩の回転が浅くなり手打ちになっています。そしてインパクト、フォロー、フィニッシュも腰の回転が少なく手で打つ形になり、これでは飛ばすことができません。腰が止まることによって左肘が引けたり、ラフリ、トップ、あらゆるミスの原因が出やすくなります。ボールに当てたい、曲げたくないという気持ちが強い方は、腰が止まった打ち方になっている場合が多いものです。注意いたしましょう。では実際に下半身が止まった打ち方で打ちます。手打ちになり左肘が引けています。当てに行く打ち方にならないためには、まずはバックスイングで腰を45度回すことが大切です。そうすると右股関節に圧力がかかり、右足に体重が乗ったバックスイングになります。そして肩も深く回しやすくなり、大きなスイングで振ることができます。バックスイングで腰を回すのがきつく感じる方は、両つま先を開いたハの字スタンスにすると良いでしょう。そしてバックスイングトップと右かかとに体重移動していくと、より腰を回しやすくなります。切り返しでは左かかとに体重移動することによって、インパクト、フォローと腰が回転しやすくなります。そうすることによって腰が止まらず大きなスイングになり、当てに行くスイングにならず飛ばすことができます。では実際にハの字スタンスにして腰を回して打ちます。バックスイングで腰が回しやすくなります。もう一発打ちます。
スイング中腰を積極的に使うことができ、体全体で打つことができます。今まで下半身が止まって打っていた方は、腰を回転させ下半身を使うことで当てに行くスイングにならず飛ばすことができます。